毎度おなじみ立東海のトラクマ追い切り診断、今週はですね、柳トラクマと林美樹トラクマとですね、週刊賞トライアルのローズステークスについてお話をしていこうと思います。お疲れ様でした。まずはオークス4着はエクトリアからいきましょうか。エクトリアね、まあ合わせ馬やったんかな、はい。ね、主役島が一番外回ってエクトリアがちょっと内目、はい。まあ、道中はちょっとね気合が先走る面があってどうかなっていうのはありましたよね。鞍上が抑えるのにちょっと苦労する面もあったしね、うん。ただなんていうの、美穂からこっち来て無駄な そういう動作っていうかな、輸送とかね、そういうのがないのがプラス材料にも思えるんですけどもね。体自体も若干僕はこじんまり映るんやけど、どうかなって思ったりもする。でも私はその角馬場とか結構歩いてる時もキビキビ歩けてましたし、まあ気配の良さあるかなっていう感じで、まあラスト結構抑え気味で並走馬と併入したんですよね。まあ余裕もあるかなっていう感じで、まあ気持ちの乗った走りですし、まあ結構前に前にタイプなんで、乗ってるんじゃないかなって私は見受けれたし、まあそんな元々そんなね、あの大きい馬じゃないし、どっちかって言ったら線細い感じの女の子っぽい体かなと思ったけど、うん、まあでも友の市場パートクでも書いたけどな、感じやんな、スラッとな、なんか、うん、でもなんか友は結構ぶっちゃくて、なんか、理想的な体型そういいかなっていう、なんかエンジンがかかったら、まあ、個人の趣味も入るかもかな。私もどっちかだったっすね。お尻の大きい女の子。ええな。ええなって。そうですね。まあウィクトリア、まあ私はいいと思いますけどね。まあね、リトで滞在してね、早めにどうかなって。そうですね。まあ、ハンドでも動きましたしね。うん。早かった。はい。まあそうですね。じゃあシゲルピンクダイヤ。まあ今週の追い切りは追走して外へ合わせる形。はい、はい。まあ大飛びで。ね、大麦にダイナミックさもあったし、で春当初と比べて、まあ、市場パドックもさっきから出てるんだけどまあ言うたら今週市場パドック担当やった、ギャロップですね、うん、はい。で全体で体が大きくなったなっていうのが第一印象で、春当初はこんなに攻め馬でもねハードなメニューを消化できなかったのでね、で一夏越して中間にびっしりやれてるっていうことはそれだけで体に強化された、うん、馬体面がね強化された証だと思ってるので、ちょっと面白いかなって思ってあります、うん。めっちゃいい体してる、うん。でもなんかこう私も昨日かな追い切り見た時もなんかでかくなってないみたいな、なんか全体的にでかくなってて、これで動けると思ったけど、ちゃんとラストまでね12-0で弾けてましたし。うん、まあ、終始楽な感じでしたもんね。手は動いてましたけど、うん、ほんまに軽く動いてる感じで、うん、それでだあんだけデカになって動けてるんだから、まあ、上がりがええよな、まあ、中身もできてるんじゃないかなと思いますけどね、はい。じゃあ違う、そうですね、じゃあダノンファンタジーいきましょうか。ダノンファンタジーね、うん、前からちょっと前半力む面はあったんだけど、コーナー回って、うん、鞍上ともちゃんとコンタクトが取れていたし、まあ、8月半ばから調教再開して5日先週かな、久々の追い切りでもね、あの軽快なフットワークを見せてました。良かったですね、まあ、テンション上がりやすいタイプだけにね、まあ、この馬なりで、ね、調教を積み重ねているっていうのはそういうメニューであろうと思うし、ね、いい仕上がりだなって思ったりもしましたね。ラストの伸びは良かったですね、うんうん。ダノンファンタジー個人的になんかやっぱちょっと抜けていいかなって思う馬で、なんか形がめっちゃいいんですよね、うん、ボンケボンで、でなんか結構今週も半マイルからめちゃめちゃガーっていってる感じやったんですけど、うん、なんかでも中間なんか中内田先生が乗ってそう週末とかも、はいはい、なんか折り合い重視の状況じゃないですけど、まあ、時計にはならないんですけど、うん、ゆっくりな時計で、うん、でもなんかこう行きたがるのをちゃんとうまく持
折り合えるような練習みたいな、まあ、今週は結構ガーって言ってましたけど、うん、そうでもなんかそういうのもしてるから、ね、うん、走りとって走りとってしゃあないみたいな、なんかこうか、うん、なんか走れよってだからあれだからね、いっぱいに川田ジョッキーが今週乗ってましたけど、うん、いっぱいに追ってたらね、もっと時計出たでしょうし、うん、弾けてたような気がしますね。50秒切りやったもんな、うん、あんまりやね、はい、いやし、あんまりね、そのだからもともと結構行きたがるタイプやから、うん、まあ、テンション上げないように半マイルとかそういうのがぴったりでしょうね、まあ、あとはレースで、そうですね、ガツンと行くだけみたいな、まあ、ところは順調にメニュー消化っていう感じですかね、うん、続きまして、そうですね、ビーチサンバーというのはね、今週ラスト 100m あたりからしっかり負荷をかけられて、うん、よりも僕が見てたあの8月の末の芝追い、うん、これがめっちゃ良かった、うん、めっちゃ軽快やって、うん、かつ活気もあって、うん、力強かった、うん、いい仕上がりやな、まあ、量的にはね、ダノンファンタジーとビーチサンバ比べたらダノンの方が乗り込んでるんだけど、ビーチサンバ乗り込み量が少ないにもかかわらず、うん、いい動き見してるからね、中間にして、うん、僕はこっちが一番かな。おお、なるほど。ミキちゃんは？私はダノンですけどえでもビーチサンバもゴール前かな、こう、うん、なんかあとラスト1ハロンぐらいでこうグッてなんか伸びるんですよ、なんか、うん、なんかその重心が低くなってこう余韻みたいな、余韻みたいな、体をうまいこと使い切る、言葉が出てこないんですけど、うん、でもなんかすごい伸びのあるフォームで、あー、なんかそれはね、好印象でしたけどね、うん、なんかそんなに柔らかいんやみたいな感じ、伸びて縮んで伸びて縮んで、そうだから余韻余韻、伸縮力っていうんですかね、やし、なんかもうすごい足さばきもすごい素早いし、うん、なんか俊敏性があってまあいいですね。まあでも上げたね、今の、まあ、他にもいますけど、みんなやっぱ結構いないよな、うん、なんかここに向けてね、まあ秋に向けてですけど、まあ、仕上げてきてるし、ね、どれもなんかちょっとね、構図つけがたいというか、こ、うん、んな感じですね、はい、あとはどうですか、まだ語りたいものとかはいますか、名称勝負なんかもね、ハンドでいい動きしちゃったんですけどね、まあ、民主勝負ハローまなしやったんかな、ババ綺麗やったもんね、ビデオ見たら、ああ、曲がりしっかりし、うん、てたし、一週前に、うん、先週かな、コースの、ね、追うのもメニュー通りだと思うし、うん、そのグイグイ感っていうの、うん、このまま得意、うん、そんなひしひしと伝わってきてね、うまいこと感じたね、うまいこと伝わったわ大体買うんやけどなそんな感じかな、ね、まあやっぱりね、どんな体制で明け迎えるかっていうところが注目になるのが何とか言ったと思うんですけど、大体ね、総じていい感じで、どれも順調には来てます、ね、うん、感じするんでいいレースになりそうな気はしますんでね、アーバーテの方はこれを参考にパワーあったらどうでしょうかっていうところ、じゃあ今回は締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。